いや、あの、実はね、私、今、あの、56歳になりましてね。で、ちょっと、とお年、そちらで年上なので。で、山口県出身なんだけども、いかんせん、あなたと違って、親が山口県に親戚いないんですわ。ね、はい。その、北陸出身だ,もんだったもんで、工業都市によくあることですよね。就職でそこにいただけで。で、あの、どこに、どこに行くかと。だからですね、東京にずっといるのはちょっとやめとこうと本当に思っていて、あちこちさ、住むところを探してるわけです。探そうとしてるんですけど、 その際にやっぱり気になるのが地震なんですよね。うん、それで、その、やはりね、太平洋側は便利だ。天気もいいって言うんだけど、地震に弱いんですよね。うん、で松江も実は地震はあるわけなんだけど、前もあったけど、えー、日本海側の地震ですね。あの、同じように揺れてもほとんど亡くなる人がいないのでニュースにあんまりならないんですよね。 ひどい話なんですけどね。まつ、あの2000、2000、年ですね。松江でも大きな地震がありました、ね。ありました。あの、鳥取県沖地震の時ですかね。そうですね。はい、うん。やっぱりね、あの、家が建物が丈夫にできているということもあるし、角に密集していないということもあるし、ええー、あの、なんて言いますかね。真面目に耐震回収している人も多いんでしょうね。それで、その、明らかに安全なんですね。 これからその確、あの、絶対に起きる地震として、南海トラフ地震というのがあって、えー、西日本中心に揺れるだろうと言われていて、松江も揺れると思うんですが、主に太平洋側に津波その他の大きな被害が出ることはもうほぼ確定しているわけです。これはあの、風評被害ではなくて実際起きることで、実は大阪だとか、あの、過去の歴史から見ると、あの、津波とか来る可能性が結構高い。うん、で、やはり日本海側が地震が多いようで、実は全然安全ということが、 見直されざるを得ない時代ですよね。そういうタイミングです。はい、あの、元兄弟総長の、えー、専門家の、えーあの、おついさんなんかは、2038年前後に起きるというのをほぼ確定してるんじゃないかという論文を書いてらっしゃいますけども、まさにあの、皆さんにとってはまだまだ元気な時に来るわけですよ。でね、あの、要するにつまり日本海側に人が戻る、安全な方に人が戻るっていうのは、一時のブームではなくて、もっと息長く起きてくることですよ。 はい。何度も何度もやられちゃうやられちゃ、ようやくもう何度、三度目ぐらいにやられて、やっぱり東京はまずいなってき、まあ気がつくと、人が少し出てくると、うん、とにかく人間って保守的なんで。 二件変えないんで。もうやられてもやられても、あの、いや、ずっと続くことになります。今回のコロナもそうで、やはり大都市で人口があまりにも密度が高いところで感染が拡大している。ご、はい、最近で言うと、その緊急事態宣言を解除してみたところ、えー、実は福岡あたりでは感染が拡大してないんです。解除したけど。ところが大阪はお約束のように、やっぱり感染が再拡大しています。うん そうじゃ、福岡の人は真面目で、大阪の人は不真面目なのかってあんまり違わないと思うんだよね。やっぱり人が多すぎるんですね、大阪は。<laughs> やっぱ、ある程度の一定のレベルを超えてしまってるということの問題を、ウイルスという自然現象が、まあ、ついてくるわけですね。はい。えー、皆さんが思ってる何、サインは人がいないみたいな考え方っていうのは、実はウイルスから見ると何言ってんのと、俺たちがちょうど反映できないぐらいの適度な密度になってるよね。まあ、いったねって、ウイルスは逆に。 あの、やられていると。<や>そういうことなんだと思うんですよ。うん、はい,いや。そうですね、うん。あの、もう、もう一つだけ、すいません。さ、最,、はい、最後に一つを、ちょっと、あの、モタニさんにご意見伺いたいのは、はい、あの、今ですね、えっ、ー、と、私、まあ、松江において、いろんな新しい産業の目というのを、 これも今あるものをある人たちを組み合わせていくことで新しい価値を生み出せるのではないかというふうに思ってます。で、それは私がアメリカにいた時によくまあシリコンバレーに行きまして、で、そこで、まあ、スタンフォード大学でですね、まあ、いわゆるアントレプレナーシップと起業家精神を、あの、これ、まあ、大学教授からではなくて、むしろもう Facebook とか Google の技術者さんの方が、あの、実際にスタンフォードにいらっしゃって、まあ、教弁を取ってですね、はいはい。 それを聞いた学生がすごく刺激を受けて、で、まあ、もうサラリーマンになるんじゃなくて、やっぱり世界変えてやるというふうにこう思い立って、新しいアイデアを消化していくような。で、それをまた、あの先輩のですね、実際事業を得られてる方だったり、あの、まあ、投資家の方だったりがこうサポートして、そしてまたそれが成功するとその人がスタンフォードの教団に立つみたいなですね、流れというのを、あの、一つ末裔で構築できないかなって思ってるんです。で、その一つの要素は、 あの、Ruby っていうプログラム言語が松江。そうですね。で、はいはい、これ、まさにあの、シリコンバレーでも6番目か7番目ぐらいの汎用性の高い、あの、プログラム言語として、で、日本でもよくあるクックパッドとか、あの、名詞管理の33とか、これにも用いられているようなものなので、はい、それを起点にして、で、島根大学とか松江高専とかですね。で、あの、まあ、島根でもそういった、まあ、産業振興財団っていうプロモートしているような機関もありますし、あと、まあ、サイン合金のベンチャーキャピタルもあったりとかですね。 そこに、ま、地元企業がうまく入ることによって、そのイノベーションのためのコミュニティのようなものを作って、そこで産業を新たに生み出していく。で、これによって、ま、松江らしいですね、新たな価値を真面目に生み出していくっていうのができるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。そこでまた雇用だとか、まあ、所得の水準だとかを増やしていくと。まあ、それによって、あの、まあ、大学、まあ、島根一回離れても、そこで学んだことが活かせるような松江になるでしょうし、 で実際、豊かな生活環境もあるので、まあ、それによって、まあ、雇用も所得も豊かな生活も、まあ、両立していくということができるんではないかなと思っているところですが、本たさんのご意見をお願いします。これは、あの、珍しく、IT には珍しくリアリティのある話をしましたね。はい。上沢さんね。<laughs> はい、あの、これ、今の話、なんで松江なのとか、あの、思ってる人もいるかもしれないんですが、まず、第一に、いろんなところで IT の話ありましたけど、 やっぱりね、そのルビーみたいに、その話だけじゃなくて、ちゃんと定着して使われてるものっていうのは、あんまりないんですよね。だから、それを生んだし、ちゃんと使われてる松江ってすごいですよね。あの、まあ、そういえば、その、みんなが言うフログマもね、そもそもフラッシュムービーを、やっぱりあそこまでにした最初の人だと思うんですよね。今のその YouTube 時代の先駆けの先駆けですよね、本当はね。ねそういう、本当にイノベーティブなものが松江から生まれてきていて、 あの、まあ、吉田くんなんかも今でも愛されてるわけですけど、やはりその、えー、そういう場所なんだよということを、あの、松江の人が多分気がついてないけど、気がついてる人は気がついてる。で、結局そのクリエイティブな人が選んで住む要素が今十分あると思うんです。はい、特にちょっと回、あの、松江の人に向けに解説すると、その、ニューヨークにいた上沢さんがその、あの、ま、シリコンバレーにね、あの、 行ってましたって、気軽に言うんだけど、まあ、5時間かかりますよね <laughs>。ね、時差もありますよ、3時間。<laughs> そう、時差3時間あって、飛行機で5時間以上かかるわけ。で、空港まで行くのを考えたらもうす、まあ、はっきり言って、その、日本から言うならばですよ。日本から言うならば、まあ、あの、うん、まあ、オーストラリアに行くというかね、あの、シンガポール行くより遠いよね。遠いねイ。イメージとしては。そういう感じの状況の時に、えー、皆さんね、どうしてシリコンバレーという、そのニューヨークから、 鬼のように離れたところで新しいビジネスが発展したのかね。それはきっとシリコンバレーが素晴らしい場所や違うんで人材がそこを選んでいたからで。ついでに言うとニューヨークから遠かったからですよ。だから、仮に皆さんがその松江なんでね、こんな不便で遠くてって、東京から1時間注意ですから、全然遠くも不便でもないんですけど、まあ、しかも飛行場も見て2つあるし、えらい便利なんだけど、まあとりあえずそれを置いといて、まあ、たった東京から言うてもドアトゥードアで2時間で行けるけど、全く環境が違う綺麗な松江で、 えー、IT 産業ができるなんてのは、アメリカでニューヨークから5時間以上離れたシリコンバレーで IT ができたことを考えれば、全然おかしくないですよね。はい。結局シリコンバレーは環境と気候とその雰囲気が良かったことで、チャンスが多いということで若い人を引きつけたのが要因なわけで、そういう同じ要素は末裔にだってできるよねって今思っているわけでしょはい、その通りです。スタンフォードが作ったんじゃなくて、スタンフォードで逆に起業家を教えてるんであって、末延だって起業家いるわけなんで、 そういう人たちが同じように機能できればいいんだよねって今、上田沢さんは言いましたよね。はい。その通りですよ。そしてそのさらに世界のね、いろんな IT 技術の人たちを考えた場合に、東京に住めるとからといって喜んで住む人っていうのがそんなにいるかと、僕はそんなにいないと思いますけども、例えばシリコンバレーにいる人が1年末栄に住んでみませんかと言われた時に、正直非常に多くの人が住んでみたいって答えるんじゃないだろうか。これ、この実感わかりますよね。 わかります。わかります。わかりますでしょ。だからね、なんていうか世界から見たこの湖と、そして実は一歩出ると北浦の鬼のように、ハワイのように綺麗なビーチ、プライベートビーチみたいなものが、ゴロゴロ転がっている、この松江で、はい、そしてその別にお金に困ってない人にとって1時間で東京でも大阪でも行けるこの松江、ね、あの、全然不便と思わないですよ、正直。アメリカの多くのほとんどの場所より便利ですから。で、で治安はいい、人間はえらく真面目。 なんか皆さん肌が綺麗、えー。こういうところで、あのー、暮らしてみたいっていうことを、えー、この人が世界中にこんなにいるんだということを、えー、松江の人に理解してもらう大きなチャンスだと思いますね。はい。うん、ありがとうございます。 私もあの、末裔にはとても大きな発展の可能性があると思ってますし、またコロナの今こういう難しい時だからこそ、まあ、松江の人って保守的なんで今までまあ変えることとか背伸びすることってあんまりこう得意でなかったんですけど、あの、逆にまあちょっとお尻に火がつき始めてはいて、まあしっかりと変えていくことが重要だっていうふうに、みんなあのコンセンサスが取れ始めてるので、はい。 変えることもできるはずだっていうことをね、はい、気がついむしろその岩見銀山に、例えばパリの還元楽団のね、えー、奏者の人がなぜか家買ってフランス人と日本人のカップルが住んでるなんとかね、えー、三ササ温泉になぜかものすごい可愛らしいフランス人の女の子が住んでいて、観光大使やってる、あの、日本人の彼氏と楽しくビーチで遊んでるとかね、むしろサインで土田中の方からそういうことが起きていて、 それが松江でできないはずがないよねって僕なんかは思いますね。あるいは沖縄島であれだけ面白いことが起きてる。むしろ松江でできないはずがないよね。はい。みんな松江が立ち上がるのを待ってますよ。はい。わかりました。その原動力になれればと。エンジンにぜひなりたいなと思っておりますので。はい。まあ、もたさん、今日はお忙しいところありがとうございました。こちらもお相談お話うありがとうだざいました。 私も、あの、もう大いに参考にさせていただいて、ぜひより良い松江を作っていきたいと思っておりますので、また何かとアドバイスご支援よろしくお願いいたします、はい。あの、もうあの、本当にジジイが何かを言えるような時ではないんですけども、古い歴史のある島根県から始まってるんだと僕は思っています。多分東京が最後になるんじゃないかなっていう感じもするのよね。いろんな意味で東京遅いです変化。ぜひ島根県から日本と世界を変えていただきたいと思います。 はい。ありがとうございます。なんかやれることがあったらお声かけてください。あ,あ、本当にありがたいです。すありがたいです。本当にありがとうございます。